釣りしてござる。でそこは稲江ふ頭、稲江スリップのあるとこですね。こんな風なんだ。ずっとこちらは上流方です。あ、私も物好きだから、まだこまで自転車来ちゃって、こんなとこってのはこんな遠いとこまでって意味でね。さあ一応発端の先まで行けるようなので行ってみたいと思います。全然車も来ない、人も来ない、バイクも自転車も何も来ません。結構釣り人多いな、みんな釣ってござる。何釣っとんだろうな、投げ竿ぶっ込んでる感じだね。えらい竿を並べとる。うなぎかな、うなぎですかね、これ。あんまり釣れとる感じじゃないな、パッと見た感じ。こんな具合です。釣り人がおらせるね。あ、なんか竿巻いとるか、あれ巻き上げとるか、釣れたか、根がかりか。前はこんな感じです。ここが取っ手の先っちょかな。この人根がかりしとるか、根がかりだな。あ、こんな風です。こうサムネかこりゃ向こうは金城ふ頭ね。でそこは稲江ふ頭、稲江スリップの辺。はあ、こんな風なんだ。この前金城ふ頭じゃないわ、金城ふ頭か、9号地か、先は入れんかったよね。立ち入り禁止になっとったで、なかなかお見せできませんでしたけど、今日はこの先町まで来れます。はい、こちらがゴミ焼却場。うわ、こっちが誰もおらん。結構波がね荒いです。今やっぱり干潮だね。結構テトロポッドじゃないけど、取っ手が丸見えになってる。こっち側全然人いないな、釣ってる人は皆無ですね。向こう側が何ふ頭、飛島の辺かね。はい、金城ふ頭、フェリーふ頭方面、こちらでございます。えらいとこ来たなと私も驚いております。暑い、ちょっと休憩しようかな23号の時にコンビニがあったで。そんな感じですね。とにかくここ、あ、でも工事やってるね。なんかあの焼却施設っていうか、南洋工場って書いてあるから、ゴミ焼却場ですかね。なんか直してんのかな。藤前干潟の活動センターっていうやつがそこにあります。だからここ本当干潟が見えるのかな、ここでね、ダーッと。今だいぶ引いてはいるけど、そんな干潟って感じじゃないよね、うん、でも干潟があるようですよ。なんか案内板が出てますね。さあ、藤前干潟あたりを走っております。一応今日は無事目的地へ到着できました。暑いです、大変暑い。さすが疲れたね。ああ、まだ結構先長いな。この埠頭はわりかし幅が広いですね、うん、誰もいません、はい、釣り人も本当こっちがいないので釣れないのかな。ああ、やっぱり加工の方がいいのかな、違うのが。全く誰一人いません。白鷺がおるぐらいだ。ゴミはね、なかなか溜まってますよ。ペットボトルがすごいね、パッと見た感じ。ペットボトルが目立つな。他はまあなんか草の枝みたいのがいっぱいありますけど、シラサギみたいなのが4羽ぐらい止まってますね。テトラポッドの先に映ってないと思うけど、前に見えるのは23号。これ西側ってことかな、これだから埠頭の、ということですかね。ぱっと見まっすぐ行くとなんか行ける感じがしねえな。ちょっと一応行ってみるけど、行けないよね多分。なんかドン付きどうなってる。まあそこ埠頭のドン付き風のところと、埠頭のだから北の端はこんな風です。こんな具合になってます。こんなとこ見ることないよね、皆様もね。私も初めて来ましたけど、見に来る用事もないし、まあ、でもテトラポッドがここね、これご覧の通り丸見えになってます ね。結構だから水来るんだよね、これ満潮になるとね。結構テトラポッドありです。とりあえずまっすぐ行ってみます。これを行くと、あ、23号出るのか、出れるかな、出れるかな。あ、ちなみにあそこに住居があります。水大丈夫かな、あれ。あそこ住居あるけど、すごいな。ていうか日光川って書いてある。行けへんの、出れるかこれ。とりあえずなんとか抜けて23号へ出ました。出たけどなんか下ってっちゃうな、あんまり意味ないな。下ってっちゃう、これどこ行くのこれ。23号の真横走ってますが、
壁があるのでえらい静かです。23号の喧騒を避けながら今東北ちょっと方角わからん、西ではないことは確かです。どこへ出たこれ、側道か。なんか全然人がね歩いてる気配がありません。草がすごい勢いで茂っとる。うわなんかね落としとるでしょこれ。このね敷石がねブロックレンガがもうバカ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 っていってる。やばいやばい。歩道橋を渡りまして23号築地口方面に向けて走っております。我ながら大変物好きだと本日も感心しながら走っております。公園があるね、ちょっと足洗いたいな。なんかさっき砂まみれになった。トイレおよび水道はあるかしら。ありそうな雰囲気ですけどないな。どこにある？名古屋の公園だから規模が大きいとこ、これはそれなりに水道あるだろうと。あった、ありがたいね名古屋本当。この水道トイレがあるから本当ね、他の都市行くとないんだよ全然。もう手も足も洗えん、おしっこもできんっていうね、ありがたい話です本当。本当これだけはね感謝しとる。名古屋でよかったって着きました。とりあえずトイレ行きます。さあ無事トイレでおしっこして手洗って足洗って多少すっきりしつつ築地方面に向けて走行しております。物好きの名古屋の人は本日も炎天下、炎天下といってもちょうど今日の向きが逆になりました。太陽を背にしておりますのでまずさっきよりはマシですけど、まあ、とはいえですね明日のには変わりません。おまけにこの23号ほぼ人が歩かない、自転車が走らないような歩道のガタガタしたところですね走っておるので結構疲れます。さあ私あのケチくさい人間ですのでコンビニにはほぼ行かないです。公共料金の支払いとかそんな程度でしか行かない、物を買わないっていうねケチくさい男です。どうしてもスーパーが安いなと思っちゃうんでねスーパーへ行ってしまいます。さあこの23号結局渡れないな、これ来るのかな自転車って。足渡れるんですかね。とりあえず行ってみましょう。着々ともう着々とばっかり言ってるけど、まあ、一応でもね着実に歩みを進めております。もうなんか自転車乗るときはねこうやってもう収録せんともったいないなって、もう時間の無駄じゃんみたいに思っちゃうから、もう普通の自転車乗ってるときもなんか物言いそうで怖いですね。もう歩いてるときもねそうやって取材モードになっちゃうって。そうですよね、せっかく移動してんだからその機会生かさないともったいないから、どうしたってそれはね取材しますよ移動してるときは。車に乗ってるときもね結構移動してます、撮ってますけど、これもったいないでね。よいしょ。